地球上の愛と平和の愛すべき存在の皆さん、こんにちは。私はマスター靴見です。私の愛、私の平和、私の神聖、私のすべて、そして創造主であるすべてをあなた方に送ります。そうすれば、あなた方は自分自身のすべて、そして自分自身の存在の中の創造主であるすべてを思い出すでしょう。今日、私は、ここに来ました。皆さんに、自分の体、自分の存在、自分の心、自分の感情、自分の現実を見つめてみるよう進めます。あなたの現実や存在に、警鐘のようなものはありますか？何度も繰り返されているものはありますか？それは、挑戦的なものかもしれません。不快なものかもしれません。あなたを、快適な領域から押し出すものかもしれません。抵抗を感じて押しのけたいものかもしれません。向き合いたくないのかもしれません。痛みを伴うものかもしれませんし、孤独を感じるかもしれません。実のところ、誰もが現実の中で抵抗している何か、あるいは苦痛や不快感を引き起こしている何かを持っていると私は確信しています。それが些細なことであろうと、巨大なことであろうと、今こそこれらの領域を警鐘として認識すべき時です。それは創造主とあなた自身の存在からの警報のようなもので、あなたが創造主であることを認識するように促しています。あなたは表現です。あなたは創造主の側面であり、創造主というより大きな源の一部です。あなたは、このより大きな源と一体であり、一体化しています。私は自分の説明と波動を裏付けるラベルを使用しています。皆さんは別のラベルを使っても構いません。創造主、神、本質、源、全能者などとラベルをつけることもできます。創造主を何とラベル付けするかはあなた次第ですが、自分がそのエネルギーの一部であることを認識してください。あなたはそのエネルギーの表現であり、その表現、つまりあなたは、より大きな源である一体性と統一性の一部なのです。あなたは地球上で創造主の道を歩いています。それを神の道、源の道、あるいは本質の道と呼んでもいいかもしれません。あなたは創造主の表現であり、創造主という偉大な源と一体化しており、今、地球上で創造主の道を歩んでいます。これがあなたの真実です。これがあなたの神聖な目的です。少し時間をとって、このことを熟考し、創造主、あるいはあなたがつけたいどんな呼び名でも認識すると、創造主は満たされ、完全で、すべてのものの源であると認識するかもしれません。創造主が欠けていたり、必要なものがなかったり、傷ついていると認識するとは、到底思えません。私、マスター靴見が、あなたが創造主の表現であり、創造主という偉大な源と一体であり、地球上で創造主の道を歩んでいること、そして、これがあなたの神聖な目的であることをあなたと分かち合うとき、あなたがすでに存在している力、真実、平和、そして完成を認識し、あなたが必要とし、望み、欲し、体現したいと願うものはすべてすでに存在しており、ただ認識される必要があるだけであることを願っています。エゴにアクセスするのは簡単です。私たちが創造主について考えるとき、エゴは自分が一番よく知っていると考えるかもしれません。しかし、創造主の表現者であり、創造主の道を歩むということは、あらゆるものが手の届くところにあることを意味します。単にそれに同調し、それに同調する必要があるだけです。自分が創造主の表現であり、
創造主の偉大な源泉と調和し、地球上で創造主の道を歩んでいると述講することは、それ自体が目覚めの呼びかけであり、すでにあなたを真実に調和させています。あなたがこの理解の中で休息し、その空間と知識の中にリラックスすると、あなたの存在全体が変化して癒され、あなたの存在と現実にアクセスして、そこに必要とされるすべてのものを取り込み始めます。そしてあなたは、あなたの現実における挑戦的なこれらの目覚めの呼びかけを見つめ、創造主の表現である空間、創造主と調和し、創造主の道を歩む空間からそれらを見て認識します。最も適切なエネルギー、資質、知恵を表現するよう求めることで、あなたの目覚めの呼びかけがあなたの存在の中で最も美しい目覚め、最も美しい変容、そして創造主の表現であるという、あなたの理解へのより深いつながりを生み出すことができます。私、マスター久津美はあなたに述講するよう勧めます。今あなたにとって目覚めの呼び声となっている、あなたの存在と現実の領域について述講してください。自分自身を創造主の表現として述講し、より偉大な創造主と調和し、地球上で創造主の道を歩んでください。あなたの存在の中で何が活性化しますか？その空間に座り、そのエネルギー、その振動、その認識に自分を根付かせ、自分の現実と存在を見つめると、自分を違った形で見たり感じたり認識したりできるようになります。それは目覚めるような形で自分に役立ち、知識、理解、真実をつかむことができるような形で、目覚めの呼びかけを受け入れてください。創造主としての表現であるというこの理解が、あなたの中に現れる目覚めの呼びかけを受け入れてください。この理解を実践し、つながり、地に足をつけ、体現することで、あなたの現実、そして他人や世界の現実におけるあらゆる現象を解読できるようになるでしょう。あなたはそれを解読し、自分自身が役に立つことを許すことができるでしょう。つまり、他の人のモーニングコールをサポートし、あなた自身を含む各人が、これらのモーニングコールをスムーズに、簡単に、そして楽しく乗り越えることができるようになるのです。私はマスター久津美です。私はあなたに奉仕し、あなたをサポートするためにここにいます。